ママの皆さん、こんにちは。さくやです。さあ、本日はね、断角の動画を撮っていきたいんだけど、ちょっとね、報告があんのよ、俺。断角に関して。なんか変な報告とかじゃなくて、断角のね、動画をね、普段から見てくださってる方ならね、あれってなってると思うのよ。あれ、なんかさくやさんの髪型ちょっと変わりましたかみたいな。絶対そこじゃないね。あれ、待って、さくやさん、フランのハロウィンバージョン当ててんじゃんって。これね、思ってる人いると思うのよ。でね、前回の動画がね、ちょうどその、ハロウィンの、フランを当てるっていうね、動画で、90連ぐらい回したんだけど、今から結果言うんで、その動画見てない方はね、ぜひそちらを見てから、今からネタバレしてしまうんで、そちらの動画見てから来てください。いや、ネタバレするとね、結局出なかったのよ。90連回して出なかったのよ。いや、1.何%とかあるんだけど、全然俺出なくて、そう、結構慣れてたんですよね。で、動画外でもですね、まあ、一応ね、石はね、300でね、1年引けるんで、まあ、引いてたんですよ。動画も撮らずにね、とりあえず出ないだろうと思って、まあ、引いてたんですよ。でね、昨日じゃねえな、まあ、少し前にですね、ログインボーナスでチケットをね、3枚もらえまして、銀のチケットね。で、3回ガチャ引けるんで、とりあえずね、引いたんですよ。そしたらね、まあとりあえず動画見ていただこう。どうぞ。ガオー食べちゃうぞ。お姉様の真似。はい、出ちゃったんですよ。めっちゃあっさり出ちゃったのよ。でね、これね、まあもちろんフランのハロウィンが出ただけでもめちゃめちゃすごいんですけど、これね、断角やってる人ならわかるんだけど、これ右下のさ、なんかエンブレムっていうものなんだけど、これに関してはね、通常のフランが出る確率もかなり低いんだけど、その上にこのエンブレムを持った状態のフランが出る確率ってのが、マジで低いんですよ。それ以下なんですよね。だから、レア中のレアのフランを吹いたっていうね。で、初めてね、エンブレム手にしたのが、このフランのハロウィンバージョンっていうね、俺、今まで持ってなかったんですよ。エンブレム持ったキャラクターを。もう純粋にめちゃめちゃ嬉しいからね、ちょっとこんにゃく食べてくるわ。はい、ということで、とりあえずね、俺の雑談、俺の報告は以上になります。今回の本題いきたいと思います。どうぞ。さあ、やっていこうか。今回はね、新曲が来たということで、まあ、新曲が来たって言ってもね、おそらく出たのが2日前とかだと思うんだけど、俺ちょっとね、初見でね、やりたいのがあって、これやっていきたいと思います。曲名なんて言うんだろうね。ちょっと読んでいい？俺、毎回ね、読めないんだけど、ちょっと今回こそはね、ちゃんと読めるから、聞いてみんな。フランティクルナイト、フランティクナイト、絶対間違ってるね。でね、このね、フランティックナイトがね、フランティックナイトがね、来てるっていう、あ、フランティックナイトか。あ、そういうことだ。なんでそんなに喜んでんの、俺。まあ、早速ね、この曲やっていきたいんですけど、今回は、先にね、初見プレイしたものを、実況していこうかなと思います。さあ、来たー。フランティックナイトかな。で、あ、いきなり発動させてね、なんかミッションがあってね、こういう、発動させようって。で、いきなりこれ飛ばしてくんのよ、なんか。いやでもね、結構好きだよ、この曲。で、後ろにフランちゃんがいるっていう、めちゃめちゃ可愛いよね、この動くの。なんか、レーシーガンにもできたりするんだけど、なんか、すごいね、殺風景になる。動いてくれててないとね、なかなかね、殺風景になっちゃうんだよね。さあ、ここでギターのね、ソロが入ってくるっていう。この曲ね、聞いたのはね、エクストラをやったので1回目だから、本当に、なんつうんだろう、ほぼ初見みたいな。でね、この曲のね、ちょっとね、曲について触れていくんだけど、いや、めっちゃ好き。なんかこの丸の内スタディスティック感、今噛みそうになったな。があんのめちゃめちゃ好きなんだよね。このなんか、独特なリズム、ダンダンダランダンダランダダンみたいな。でね、一瞬ミスりそうになるっていうね。まあ、ちなみにね、まあ、フルコンボできたかはまず言わないでおこうか。まあ、最初の方はね、なかなかね、簡単な方ではあるんだよね。ただ緑ノーズが多いっていうね。フラン、赤色なのになんで緑ノーズ多いんだみたいな。俺はそこに疑問を抱いたんだけど。今んとこフランをコンプしてるっていうね、さあいい感じだよ今んところ。結構ね、簡単な方ではあるんだよね。ちょっとね、リズムが独特なんだよね。今来ました。うさての主演みたいなやつ来た。では1ノーツが来て、ここ
ここね、ちょっとね、俺言い訳させてほしいんだけど、コンタクトしててね、ちょっとね、見えづらかったからミスっちゃったんだよね。っていうね、言い訳をしつつ、ちょっと見えづらかったっていう言い訳をして、ここのさ、いやらしいよね、このタタタタタタっていうリズム感しかも、あ、これ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 、ここでめっちゃグレっちゃったんだよな、俺。情けないことしたな。まあ、初見にしてはめちゃめちゃ殺し、初見殺しな感じはするけどね。いくよ。だれだれだれだ、だんだんだん。ここ緑ばっかり。緑、まあ、なんか、花粉症になりそう。緑ばっかり見てたら。なんで花粉症なの？よくわかんない。ここがやばい。いや、ここね、俺ね、結構押し、全押ししてたんだけど、結構、あれ見て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 、これ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 。もうネタ譜面だよな、結構。うん、そんな可愛い顔してさ、なんかすごい譜面降ってきてたからね。はい、ということで、フランのね、フランティックナイトでいいのかな？やってみました。いや、結構ね、俺ね、ミスっちゃったんだよね。ちょっと見ていこうか、結果。はい、こんな感じでね、グレートが16のバット1のミス6ということで。いや、まあ、俺にしては結構ね、ミスっちゃった感はあるんだけど、いや、まあ、今日の夜ご飯お味噌汁だから許そうかな。